こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、FX ドル円、なかなか儲けさせてくれないですね。10月6日朝4時36分なんですけども、今回もね、ロスカットを食らいまして、私はずっとセルの方に行くと思ってたんですけども、1時間軸ではね、上の方に行ってしまいました。まあでもね、私はね、だからこそもう一回だけセルをかけていこうかと思います。その辺を込みで、なんでなのかを解説していきます。どうぞ。まずね、日足の方を見ていくんですけども、高値圏と安値圏という考え方があります。まあ、高値圏は、このあたりですよね。で、安値圏っていうのは、もうこのあたりですね。うん。まあ、ですんで、安値圏に当たった場合は、倍。高値圏に当たった場合は、セル。で、基本的に、このレンジ戦略は間違いないと思うんですよね。はい。それでですね、今回トレンド転換を、ここと、ここというふうに設定しました。で、上昇していったものがトレンド転換によって下に行く。同じように上昇したものがトレンド転換高値圏で下に行くということで考えていたんですけども、昨日はね、陽線をバスッと一発出しましたよね。けど、高値圏のゾーンに当たってますから、ここから反転が起きる可能性は十分あります。ですんで、もう一回今日はセルで挑戦して、それでダメだったらね、今週はあとおとなしくしていこうかと思います。4時間です。4時間、きっちり当たってますね。ですんで、高値圏からトレンド転換して下に行って跳ねて下に行ってということで安値切り上げ高値切り上げのパターンに入るというふうに私は考えます。ですんでここはゾーンに当たったところでもありますし、まあ、セルに入るには結構ベストなポジションなんじゃないかなと思ってますね。まあ、これがね逆にね上の方に行っちゃったらもう今回はね今週はもう諦めます。エントリーしないで見るのも相場にしていこうかと思います。はい、これが1時間なんですが、こちらの方でダブルトップを描いてね、大きく下に行くところまでは良かったんですけども、ギザギザを描きながら、安値に入っていって、窓を作って窓を埋めて、こっからまた改めて下の方に行くかなと思ったら、この水準で今度ね、ダブルボトムのような形ですね、ここだからね。上の方に行っちゃいました。それでロスカットを食らって今に至るんですけども、もう一つこちらでですね、同じ水準で反転の可能性ありということなんで、ちょっと今日はね、午前中にセルの方に入ってみようかなと思います。そうすると多分ここを突き抜けて、安値切り下げをやってくれるんじゃないかなと。そして高値切り下げはここと、ここで作ってくれるというふうに考えます。はい。じゃあ、この仮説がですね、明日合ってるかどうかがわかります。これによって、さらに追求できるのか、それとも、ちょっともう一回体制を整えるために、しばらく様子を見て来週からに備えるのかが決まってくるということでございます。今週、利益を取るどころか、今のところ損失を出してばかりでございます。2回連続でロスカット。うん、まあ、これも 6.4 の4割のうちの一つかなと思います。必ず6割の勝ち、こちらの方でね、勝ち越していこうかと思いますし、先週は結構勝ちましたからね。うん、まあ、悪くないかなと思います。それでは、失礼します。